命に感謝していただきます。やっぱ超忙しいんですけど、これ使ってないね。これは使った。やばい、やっぱ焦るといいことがない。まだ失敗してないけど、なんかこう本当焦って動いてるでしょ。で、納豆にこう醤油入れる時もなんかこう焦ってていっぱい出しちゃったっていうのはちょっとあったんですけど、焦るとダメだなと思って。落ち着こう。寝起きの一杯です。あ、寝起きって言わないのか。でも結構起きてもバッタバタしてね、あのサンドイッチ作ったりご飯炊いたり。あ、まだ掃除かけてない、帰ってやるかな。うん、うん、じゃんじゃん。朝しっかり食べてサンドイッチも作ったんで、これで今日は0円生活できますね。忙しいんですよね、俺。やっぱ米多いな。なんか今日ここ一番水がすごく美味しく感じるのは、昨日夜12時ぐらいに腹減ってカップラーメン食っちゃったんですよ。
のりくん忘れた。ご飯最後ですね。あとはご飯入れて掃除機かけて、今日持ち運ぶの全部ぶち込んだから、くしゃみしたいような気がした。今日ね、ビビちゃんくしゃみ2回してるんですよ。連続じゃないですけど、たまになんか鼻とかに何か詰まんのかもね、ゴミが。それでくしゃみしてる可能性高いね。わかんないですよ、専門じゃないから。風邪とかだったらさ、風邪とかだったらなんかこう連続的にこうしそうじゃない。だからなるんですよね、年に何回かこう鼻にゴミが入ってくしゃみしてるみたいな。今出てないもんね。ほっといたら治るんですよね、今まで。あんまり怪しいなと思ったら、病院行かなきゃね。期限が短いんすよ。いつもなんかこう厚揚げ買うとき期限短いんすか。なんでかな。そういうもんなんすかね。なんかこの厚揚げの厚揚なんかこの豆腐より厚揚げが賞味期限が短いみたいなさ、知らないし勝手に言ってんすよ。いつもね、まあ、豆腐もな大概短いけど厚揚げも短いね。厚揚げなんかもっと短いような気がするんですよね。厚揚げ買うじゃないですか。厚揚げ買う時がだいたい2、3日後ぐらいにもう切れるっていうパターンばっかりですよね。
今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のため、動物のために使ってください。終わりは突然やってきます。よっしゃ、終わりが突然やってきてもいいように、今日も気合い入れてバリバリやります。だって今日の毛だらけなんですよ、ここ。ダメ。キララさん、キララさん、キララさん。じゃあ次ビビさん行ってみましょうか。大丈夫？あ、寝てたの？ごめんね。大丈夫？ん？ちょっと仮眠してん。変わったことないのかっていうの。あ、耳の中汚いな。耳の中掃除してあげようか。こっちはちょっと、うまいや。帰ったら耳の中掃除してあげる。また。いや、掃除しなくていいのかな、別にね。それ人間の勝手ですよね、はっきり言ってね。しなくていいよね、きっと。調べてみよう。ねえ、Thank you.